してるから弾く。そう。力入れなくていい。当たる瞬間を握る感じ。弾く。そのガードだと持ってかれると、もっと45度にする。もっと外にする。なるべく外にする。体の軸と回転全部下半身。蹴られてもどっちが来てもいいよ。ジャブは非常に良く、右がね、この弾く感じがちょっとね、右がね、そうでも力入れる。が出るときはここから、スタート。こう出るんだけど、足首が変えるから腰も変えるんだ。腰をぶつける感じ。だいぶ良くなるんだ。脇を締めるという内側からね、イメージを内側からです。放り投げるんだ、力入れるんだ、最初と当たる瞬間に握るだけ。
あと掘り投げて。掘り投げて。掘り投げて。ああ。今の良かった。今のジャブ良かった。掘り投げて、掘り投げて。ああ、そう。だいぶ良くなってきた。氷投げる、氷投げる。さあ、氷投げる理屈が分かればもうあと回転だけで何発でもなるんだよ。カエルさんカメラ。疲れてくると上がってくるから、もう癖に。顎さえ効いとけば16音声倒れることないから。30秒前。はい、最後ラッシュしよう。30秒。コーナーに追い込んで。こっちコーナーだよ。コーナー追い込んで倒す倒す。うん、あ、いい気づいよ。今170ですね、つら。返そうとするから窮屈するの、ここが返ると腰がまず返す、腰をこう返す、これができれば肩が自然についてくるから、まあ、分かりやすく肩を入れ替えろって言うんだけど、実際は腰がそう切り替えて腰をぶつける感じ、右ストレートで腰からぶつける感じ、腰からぶつける、そうそしたら肩が返るから、でもだんだんね軸ができてきてるから、後ろにっていうか回ってよけど、そう相手の後ろに回る、この角では
のけぞらない、のけぞらない。軽やかにね、軽やかに相手の背後に回る。もう、はい、どうぞ。そう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 、いいよいいよ、いい反応だ、いい反応だ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうそうそう、相手の後ろに回る。そうそう、いい反応だ。顎を引いて、顎を引いて。あと何ラウンドやんの？もう1ラウンドぐらいやんの？いや、3ラウンドもういいよ、はい、時間もったいないんで次ミットがいいかな、はい、ちょっと1ラウンド、はい、大阪先輩の見ててあのどう弾くかって。やばいっす。ちょっとしばらくワード映りません。失礼します。あ、OK です。じゃなくて弾く感覚を見て覚えてほしい、はい、あと腰と肩がどう返ってるか、はい、まっすぐ入るから引いていいよ。全体、体全体入るぐらい。
たなんか3分経ってもらって、はい、3分2ラウンドぐらいかな、コンビネーションも出てきたら、はい、使えたら外す、使い外して、うん、また外す、横隔膜を開いて体になるべくたくさん酸素を入れて心拍数を元に戻す、鼻から大きく吸って口から吐く、鼻から大きく吸って口から吐く、その時に胸を開くので横隔膜と胸を胸郭を開いて酸素をたくさん取り込む、10秒前、少し歩きながら
開いてて、こっち側から30秒経過。ワッツン、レイマンストレートはワッツン、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 ワッはいないの。1点経過。風船ありがとうございます。ありがとうございます。コメントタイム。あれよりも俺はこの人をなるべく映してほしい。打ってる時みたいな。あ、緊急中？え？お願いします。
取りといてよ。よし、おいっすおオッケー。マジか。ブルタンブレタンは動きがシャープやな。ドテタンミットもたまに殴ってあげてから。本当はさ、ミットってね、こんなモヤモヤ思うんじゃない。ジロゴンさんが使ってミットやるシーンなんだけど、時間がないから。ブルタンブレタン初めて計画に来ました。頑張ってますね。ローブの打つ感触とか、この厚さになるとしい。本当の試合のってことも薄いから、距離が違ってきちゃったから。はい、ちびっこボクシング大会です。お楽しみください。日頃の恨みを鬱憤を晴らします。ラスト10秒、8、7、6、5、4、3、2、1。
はい、オッケー、はい、パチパチお願いします。技をあと2週間で、はい、最後の最後に全部する。なんだろう、難しい。へいっす。ドラさんから、へいっす。ドラさんから必殺技を教えていただけるそうです。太陽拳かな。どんどん行こう。花粉多分来たな。はい、あのもうボロボロなんですよ。レガス、レガスとね、なんか。はい。
さんから蹴り上げると中間なんです。下からだとこう垂直に当たったりするし、まあ、簡単に騒がれて上から落としたいんだけど、まあ、疲れるし、まあ、その中間のこの動きとこの動きが入ったこういうパンツの動きでね、それに軸足がちょっと変えて、そうすると少し前に出て、その時に骨盤をちょっと前に出してやると上に倒すように伸びるから、動きとしてはこういう動きでゆっくりやるとこう上げて、手を下げて、こう上げて、そうそうそう、もうちょっと膝高く上げて、こういう、そうそう、で、中足って言って足は早く、でつま先このままでは絶対指折るから必ず返して、返してこう、この押し切るっていうか、ここで蹴る、前足が蹴れそうで蹴れそうでまだ下からの軌道だとこういう、そう、前蹴り見るよ、うん、まあ、極端な話こういう腰前に出してやって、腰を前に出すことで骨盤前に出る。で、上から押す、押す感じ。そう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 。そうそうそう。押し込む。押し込む感じをちょっと引き刺す感じ。そうそうそう。つま先返す。いつもシャーバンとか今下からただ蹴り上げてるじゃない、上から押して、そう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 、でこれ少しあのタイミングはこうこの早くやんなくていいから一回一回確認して動きを覚えておく、そう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 、当てたいところは蹴っていいから、ここだよ、溝落ちのところなんです、そうそう、大阪先輩の体 3000W、 カエルさんがこれ体力ですが、桃太郎さんどこの公園にいるの、そう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 、ナイス、もうちょっと気が高かった、そうそうそう、今の今の今タイミングは俺が入ってきたら前に来たら止める感じです、これを手でこうやるんじゃない、あと
でも、かけて軌道ずらすだけ、軌道ずらす、軌道ずらしたらもう、イメージがある。じゃあ今度はディフェンス、結構前蹴りのディフェンスめんどくさいから、もうちょっと切られないからいいよいいよって、後が効いてくるから、ゆっくり蹴るから、こっちね、そうそう、かかとを引っ掛けて、でバチンって下に落とすんだ、ちょっとこう軽く引っ掛けて軌道をやるって、かかと軽くしてもいい、そうそうそう、力入れなくていい、こうかかと、バイから、はい、バランス崩してるんだ、そうそうそう、まあ軸足してて、あ、でもここでもいいよ、そう、ずらして、こうずらして、ちょっとずらして、この低めのストレートのこの軌道を避けない、ここが一番怖いんだ。何がいいかって言ったら、ここに受けて、ちょっとずらして、そう、俺のパンチはより近い距離で当たるんだ、そっちのパンチは当たんないんだ。だから、ちょっとずつ軸ずらして、ありがちなお願いするとき、正面だって。よく見返してます。ここすごい危険なの。だから少しよ。こっちは動かないので、少しバレない程度にちょっとこっちにずれてる。そっちのは当たんないけど、こっちのも当たるんだ。もっといいのは、この位置一番いいよね。それがさっき言ったみたいに、前蹴りさばいた時に瞬間的に入る。あるいはさっきマンタのパンチをスリッピングでかわした時に、この位置に立って当てればいい。これはもう簡単だけどね。この位置はこれはないよ、絶対ついてくるから、あれそれ時の動きです、そうそうそう、ギリギリでこうかわして、で自分だけいいポジションに行って、そうそう、だけどこれ逆なの、なんでだってこっちかくなの、こっちは誰か、それから遠ざく、カットカメオさんとでも偉いよな、自分も出るし教えてるしばら、カット位置は一番向くと、こっちから遠い、でもこっちは近くなってる、はいはいはい、本当だ、はい、あー、なるほど、わかりました、左に回るんだけど、だけど、ちょっと下に落ちたら少しずらして、あー、なるほど、だから見合うときに怖がって、ただこうやって真っ正面に正中線入ってるから打たれるから、正中線をいつも入ってる、正中線の取り合いな、そのイメージとしてね、すげーで、もっと上になってくると、はい、これ、ここまでここまでにどうしよう、バレるんですよ、バレる、だからバレないように、ほんのちょっと
こんなちょっと角度をつけてたね。こっちはね、これ、パスを狙ってはきた。こう狙ってはきた。でもこっち打つには角度が悪いの。こっち穴で向き合って。やっぱ俺もずれてるから、この取り合いなの。基本はジャブ打ちながら左に回るイメージなんだけど、でも、はい、こっちのこっちがある。おー、すげえ。あとは前蹴りと、はい、キックいいから、はい、キックはローキックを、はい、まず一番近いのはもう前足のアウトローだよ、はい、これさえ殺しちゃえば、はい、もう痛いから、はい、足つけないよ、はい、あれが立ってるんですよ、まあ、さらに蹴れる、はい、だから逆に前足のアウトロー、はい、俺はね絶対チェックする。カットをしていかないと、あの、とりあえず相手が動いたらすぐ、それで結果、はい、インローを蹴られる、ラインをうまく走る、インアウトライン、その時に崩して崩すって言うんだけど、それはそれだね。ミドルキック、はい、もう一回基本、あの、じゃあローキックから、ローキック、アウトロー、これ避けない。それで、腰でこれをドーンと蹴る、ドーンと蹴るんだけど、さらに先輩も、はい、蹴り、この膝をさらに使う、サッカーのコーナーキックやるとさ、足がすぐにスピードしないでしょ。やっぱりさ、この膝の屈伸もでかいから、この腕も十分使いたい。だから、回して、その時に膝を入り込んで、それも開放してる。Thank you.
今で一発目は力が入りすぎ。そう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 。これもパンチと一緒で、足に石の重りがついてる。それをこうくっつける感じ。これスイッチって言ってたこれ。本当はさ、切り替えやって切り替え。いや切り替えじゃない。組み替えじゃないけど、切り替えってその場で、ここの軸、軸のまんま切り替える。そうそう。これ組み替えるんだったら、うん、まあ、まあいいよ。こっちじゃないよ。やりやすい方。そう。よいしょ。この時に腕を振ったり、切り替え方の手を組み付けて、反対の手で顔側のしながら。そうそう、そういうこと。この引きを使おう。この振る力で足を振る。そう、はい。あんまり体がこうなると、やっぱり体重が乗らないと逃げちゃうから。はい。それで相手がガードにしたら効いてるなと思って何回も行った入れたいみたいな、はい、2回、2回、そう、2回、そう、よいしょ、2発目も同じぐらい、あ、6発、2回、はい、これ、2連打、はい、試合これに頼らないで、フックがいいのは縦の動きにだんだん目が慣れてくる。どんだけパンチが速くてもこの前後運動だけだと目が慣れてくる。だんだんそこにやっぱりフックが来ると軌道が変わるからちょっと避けるって言うの。この原理を使ってたら一度原理をよくやる。オフハンドブロール、これね、当たり判定結構でかいし、この動きにずっとこういう動きに慣れていくところに、それが入ると分かんない。分かんないですね。何が来るか分かんない。はい。また決めてます。まあ、ただ、
これは相手が下手くそな場合とか、これはまあ、ある種、卑怯なやり方でもあるから、そんな好きじゃないですね。ただまあ、攻めたらなくなっちゃった。相手がガードが上手い、何も入らない。だペース変えるのに、ガードがどうですかね。バッタのゴールを、ね、距離が多少違っても、ここでも効くんだよ、ね。一番いいのは、コーナーの人がバッチリ顎に当たれば、手をできるんだけど、まあ、なかなか、避けてもこれごと持ってっちゃう。いや、ショートを与えたりとか、それでも、それでも、これより全然距離長い。かなり広がったら、時間が良くて。もう一つの、まあ、ちょっと空手にもあるし、いろんなのにあるやつなんですけど、同じ回転系でも、筋肉は、いわゆる、下がって、スワットだよ。ここで、ここで回って、これも相手が下がっても、ここ伸びてくるから、これ一発で倒せるし、これ両方混ぜられたら、同時にガードできないから、よけるもんは後で教えるけど、だから、まず足の運び見てください。はい、どうした？まず相手の正中線から相手の奥足よりちょっとねステップする、ここにステップする、はい、1、2は回る、はい、で回ったこの羽根で、はい、ここにある羽根で、はい、でここをもたもたやると相手に読まれちゃう、ここが遅いと。それが遅いと読まないと、こうトロトロやってると相手は十分時間がある時間があるから、こっちは早く行くと、そう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 、でこれも隠れるまで止めて、この石の相当強いのって言うんだよ。ステップの位置を覚えて、相手の軸足、この軸足より少し外に、少し外に引っ張り込んで、で、ここからは速く回す。そうそうそう。ただこれ、回る練習しておかないと、三半規管が弱いから、すぐ目が回ってバランス崩すから、ね。もうこれ1本目で決まるから、自分の組みやすいところ、そう、ここだとね、ここまで開いちゃうと当たるんだけど、はい、こういう角度で当たるから、はい、水拳っぽいです。それよりほんのちょっとここ少し外、少し外でここで真ん中です。これも毎日その回転数の練習しよう。ノンタンちょっと危ないけど、ノンタン立ってもらって。ボールなら来てる。うん。この肘もパンチと一緒で、肘使って、こう止まったら、これを解放する力で。そう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 。これね、やられたら相当、相手距離を相当抜けとる。そう、2人で打ってもいい。外れる、その力を引っ掛けるのが入る。ワンショットはないわ。っていうか、回転することによってどっちの方が分かんなくなる、うん、だから最初から出さないと、十分目を鳴らさせる相手を、こういう動きに鳴らさせておくと、怖いっすか、本当に。これ怖いっすか。もうちょっとやり込んで覚えちゃう。大野さんと顔に当てるつもり、ここ狙ってやってみて、ちょっとやったわ。
思いっきり狙ってます。今日もう一番、そうそうそう、もう一番。そう、そこでもいいよ。もっと上。顔上だ。もっと上。今ここで狙ってんだ。もう一個上。もう少し、うん、そうだ、思ってるより上なんだ。上45度くらいに出すの。それで実際はちょっと下がるから、そういいじゃん、全く思うことないから強い、いいね。外角入れてくるし、エルボー入れてくるし、防御しないと持っていかれますね。でもね、この反応ができる人はプロでもない。できないですよ。あ、バックハンドローだ。じゃあ肘入れよう。絶対無理だから。これは振りに行ったら当たる、当たる、当たる。低音もできる。はい、揺れやばいね。これは、とにかくキーでもいいので、やっぱ何か振ってもらって、これだけでしょ。これだけでも、これだけでも、はい、とにかくどこ踏むかでも全部決まるから、はい、これで取った際と届かないの、はい、なんか変なじゃない。もう一歩外に踏む、ここでさえ踏めれば、はい、また勝手に当たる、はいはい、これやばい。もう一つのことは、はい、頭を先に回してやると、そうすると目が回らない。ここでバレーもそうなんだけど、はい、体と一緒に回ってると目が回らない、はい、先に振り振りてやる。はい、そう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 、もう解放する、解放する。肘の動きもためて、ためて、ためて、こうそう全部遅れて、ためが全部巻いた、ためでバーンと、こうかつ体の動きだけじゃなくて、最後に肘で肘が開いて、これを強化するための運動もあるんだ。あとベンチでやるけど、今さ、カールとかで二頭筋をガンガンやってる、はい、三頭筋が実は打つ、こっち側、それが必要だから、ベンチでこういうトライセプトするんだ。それをガンガンやるとバッカーでもすごく強くなるんだ。はい、これやべえよ。あの、強く打たなくていいから、ステップを持ってやってみるから、もう完全に覚えるのに、もう絶対ここっていう、もう絶対にどんなことがあっても、逆に言うと、ここに踏めないときは出さないから、相手も動いてる、相手も打ってきて、集中してそこに踏めないっていうときは、もうここに踏めないときもあるから、実は出てきなくても、とにかくわかんない。白いグローブのやつ、白い手袋のやつ、そう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 、浅い、まだ浅い、もう少しちょっと、ああ3つ電池その中で、はい、自分でやりやすいやつを練習していって、はい、やりやすいやつを使います。
ギャラリーがいっぱい来るから。後ろに下がるのは絶対ダメ。回ったら前、そしたらもうないから。ただ今回ビジュアルで絶対動くなと思って。動くな、はい、アウトに踏んで、アウトに踏んでバックハンドボールな、はい、これでも距離間違えるとアウトに踏んで、俺はもっとえげつないときはアウトに踏んでバック肘って言われるの。これも絶対倒れるところの話じゃないわ。距離が詰まったときは肘、相手が飛び込んだときにもカウンって短い方で入れたい。でもこれはディフェンスしてたよね、実は。ディフェンスしてたところで、だからディフェンス潰す意味でも、こっちでハンドブローなんだけど、踏み込んだときはもう距離があったらもうバック肘。この3つ、肘使えるんだから、はい、こんな肘なんか、明太なんか使えないって感じだよ。だって相手だって嫌がってプリンチはしてくるし、まあ、これを来週までの宿題でバックハンドブロー、まあ、バックハンドはバックハンドよりうまい、はい、重いから倒せるし、これも回数やんなきゃダメだよ、はい、暇さえも回る。もう誰かここにいるのを想定して、暇さえやればアウトに踏んで回る。のんちゃんやってみる。のんちゃんうまい。そう、バレーやってるから。バレーやってるから回転系うまいよ。やってこないよ。
かどっちだったらいいんだよ。どんちゃん強くしてどうするんだったらいいんだよ。つまらない。つまらないってやるんだ。ダメージじゃないのに。バイエと一緒、外側に住んで、ここにこっちの足を踏んで、もうちょいで、こういう風にね、ちょっと待って、バレと一緒。足をこっち側に合わせる。逆とか、足をこう、それで腕を、あ、いって。そうそうそう。痛っ。くるって回って、こっち側の足をこう、こっち側の足をこう、こう、こう、回る。でもなんか手ついからやりづらいよね。スポットはやれる気しない。こんなことはこっちからすごいね。本能的にやっぱりバックハンドの部分も反応意識はさってなって、はい、防げないじゃないんだ。スワットを首さばける人はいない。この十字系しかないから。十字系しか、はい、と、まあ、距離を詰めて後ろ下がったと思うんですよ。伸びてくれるな。そう、いいじゃん。テレビじゃん。今の見える、今の見える。そう、それでさらにそうだね。あ、ごめん。これも感情出るんですよ。そう、ああ、そう、今なんかよ。全然いいよ、コンディション。雨を探す場所の方向で我らが活動家が落としてきたバッティングローズさんやついたが、まだ。左持ってないんだ。左持ってないんだ。左持ってないんだ。そう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 。そう、いい。まあね、頭でできないんですけど、切れてんだから。逆回転もできるとあれだけど、できちゃうか。全部回転ってアウト。なんでか。はい、どうぞ。そう。まあ、これがもし足が悪いとここからいわゆる後ろ回しっていう。ハイキックに変わるんだけど、さらに難しい。難しいから。そうやったらできる。それも全て、最初のステップイン、どこに踏むか全部決まる。そこ。そこ。これ浅いと、これが浅いと、全然違うと思うんですよ。上げてた方がいい。どんどん当たっていた。ここに行って、俺のそばっとあげるよ。それもタイミング止めてきたら、この回転に行ってプラスこの蹴る。動物を後ろですよね。多分それを回ってやる。何度も言うけど、はい、回転系は最初にステップする位置で全部決まる、はい、そこそこで、これそばっとも嫌だ。あるいはバックハンドブロー回られただけでバッてなるわけ、バックハンドブロー。これ、嫌なんですよ。嫌ですね。すごい。はい、わかります。こうなった時ってガラキじゃん。したら、違う違う、そばっと、そばっと。そば回転する。これしたら、これを、もう嫌だから。で、一回これを見せとくじゃん。これ、もうこれ嫌だなっていうの見せとくじゃん。なんか、ついてない。やらくしといてからの、こっちで俺はもうここに回って、あ、これ見せとく。上来る上来るって言ってた。逆でもいいよ。下下攻めといて、もう俺はバックハンドブローで通そうって言って、下、もう下、地獄のようなもう下。だって回ってる時ってパンって出るよ。
記憶のようにしたっといて、シルエットでバーッとしたら、これ、月ねえの、コメントどうなのどんな感じなの、バックブロー、バックブロー弁慶がいっぱいいるの、いっぱいいますいっぱいいる靴がおかしいなバック靴にイチャモンつけ始めたか、バックハンドブローだな、それから、はい、まあそう、今日の肝は前蹴り、はい、これはもう本当にすごいっつった、味噌汁のように、はいはいはい、毎日使ってほしい前蹴り、はい、一つ、はい、それからこれ多分まだ必殺技になるからバックハンドブロー、バックハンドブロー、まあ、もう技術というより何度も言うけど踏む足の位置、距離と位置で全てがあるから、はい、だから外に踏めたら行ったものの、はい、外に踏んだってあまりこの距離が遠いとは考えたら、一番いいとこ逆算してこの拳の先、顎に当たるとこ、そこを計算して、はい、近かった近かった近かった距離が、はい、その時の距離、もう一個は、みんなうるさいだろ、この日が飛びさ16コースで飛んでるよ、ゴータンの試合は終わったの、でも、なんかゴルパンから教わったやつあれだ、あれはまだ変形のだから、そうなんや、いわゆる首相撲っていうのは、はい、ちょっとお願いしていいかな、この形に入るとなかなか首上がらないから、はい、ここで膝を外から回して、はい、外していくんでね、はい、これ首相撲なんですよ、これ踏める、亀尾さんがツーアンドブローなのか長年バックブローかと思ってたわら、これ、まあ、今このラフ開いてもらってるのが取れますよ、だけどガードを取れたら何に婚したよ、いや、グラウンドちっちゃく入るの、はいはいはい、でも、このコースこれだったっけ、だからそれが首相撲なんだ、はい、だから外から組んでない、はい、それでもいい、だから組めないよ、ちょっと組、なんか手が引っかかんない、本当はこう組む、ありがとう、6月10日か、まだだいぶ先だね、アイアイさんありがとうございます、で、引っ掛けようしね、Bさんマスク地味打て、こうなる。でもこれはね、セットにして、ボディ打って、ボディ打って、そこにストン、あ、入った。ストンっていう風に。まあ、全部距離。もちろん、ロングフック、ロングアッパーってあるの、この距離感があったら、はい、すごい技術的に難しいから、はい、近くて、こう打てないか、はい、ショートアッパー、ショートフックになってくる。はい、
遠いからストレート、遠いからラウンド、ちょっと近いからフック、もっと近いからフック、距離で。それは怖いです。で、肘はもう無理だよ。だって、ガードし、しっかりガードしてだって、縦も肘を、はい、これだから、空いてると縦に肘切るよね。ねえ、バックコンボしてだから、ワゴン立って、もう自分でそこに立ってるから行かないんですよ。だから、もう肘の距離切ったら人はしないんですよ。単純な話ですよ。怖い。なんで肘が当たると思う、はい、そこにボーッと立ってる、はい、ここで何もしないでずっといるから肘とか、はい、肘が当たったら足前蹴りです、はい、で距離取れば、はい、そう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 、今みたいに、はい、外して前蹴りのさばきが大事なのが分かるから、はい、だから最初にやった時はいいの、自分も一緒に、これ、はい、これがもう奥義だ、はい、これだけでもまあ軌道外れるんだけど、奥義は自分も少し深い回転、少し回転で、ここで今の時、そこからバックハンドブロックいいんだよ、外されたら、外されたら、外されたらそこから入れないで、だから、はい、ここ踏むぞここ踏むぞって言ったら、俺はもうすぐ上がる、回転キックでなって、はい、じゃない、わざと呪いのなって、はい、そしたらどう外す、そしたらここに着いた瞬間に、あいあいさん、久々に来たからわからなかったです、ありがとうございます、ごめんごめんっていうタイミングで入るから、はい、もうね、前蹴りをさばいたことで満足してないとは、ないですね、ここでもう光なんかそんなのいないよ、分かってますもんね、絶対もうこれで満足して、はい、なんか蹴ってくる、体勢戻してくると思ってボーッとしてるところにバチンできる、だから回転系はもちろん、はい、基本系はここに踏むことが大事なんだけど、はい、もしさ、この教えた後に俺がずっとさこういう風にしてます来るなと思うでしょ、来るなと思うでしょ、はい、俺がこう来たら、はい、それに今みたいに手でありそこで乗ったのか、はい、やっちゃえばいい、はい、だからこの時間はなるべく短くしちゃう、この距離は、はい、もう踏んだらすぐ回る、はい、踏んだらすぐ回る、はい、そうそう、踏んでない、そうそうそう、そうそうそう、肘を解放してる、はい、紐なんだよ、はい、この体の紐でこう解放してる、ホームランを呼吸で、はい、ちゃんさん、大山には2発とも当たるわ、ユンさん何より後ろのカップルが気になる、こういう細かいことを、はい、おさらいのね、アイアイさんなんか見てたら面白い、ボードのパターンを超えちゃうから、はい、今日はできたらそばっとまだ覚えてほしいけど、はい、これ素振りできるから、はい、バックハンドフローをもう自分の、はい、これで倒すんだっていう、使いしても回転の勢いつければ、はい、パンチが出なくなってもバックハンドフロー出せるから、とにかく俺はこれで倒す、はい、6月10日は、はい、バックハンドフローを倒す、相手がそれを分かっても避けられない、はい、これを正確に、はい、
確かに後ろのカップル気になる。カエルガンガン後ろのイチャコラはなんだ。回転した距離を潰す。これしかない。ヨウカさん、青山って誰か知らんがはどうにはしてらえ。バッターの通りのアーサー後ろ中いいね。止まって、ぜひやる。ドラミユーちゃん、アットマーク、シャドバってまた3人分だ。アイアイさん、顔わらわらわら。ウェブウェブ行ってからの下は、もう来ると怖いから、ここまではでもバッターの下じゃない。ガラ空きだから、もういい。スーパーゲルさん、後ろのやつはっきり言ってきた。かかとで蹴り込んだ。これも蹴る。カメオタンパックハンドブローも当たればすっごい破壊力だからな。ダメでかかってくる青山をそれで沈めてしまえ。ハッチアットマークしても深く違い。なん後ろの女の子もの小山通りのマイチンバット。あ、何なの？めげないし。アイアイさん離れてるはずなのに顔近いわら。あとね、もう一つ背中の手とかカップがくらい気になるから、ボンドートの言いたい。スーパーゲリさん、後ろのはわざわざ毎回教えに来るようなレベルじゃない。これは宿題にして。踊るベント太郎、ハッチ、ターンを鍛えないとだな。ウニちゃんマンさんの声にはあの音が流れるよね。肺が、肺と鼻水全部ダメなんですよ。あの、パラレタっていうスパーリングやりたいですよ。やりたい、はい、あと、充電どれくらいある？充電は多分4分の1 4分の1、まあ大丈夫だね、うん、スパーリング見たい人手挙げで、スパーリング見たい人いつやるんだっていうコメント多かったですね。あと花火3発来てます。おー、ありがとうございます。花火ドーン。じゃあ僕が今からノンタンをボッコボコにしてやります。ノンタンをボッコボコにするところ見ててください。絶対勝ちます。行くか。じゃあ足グネールを見に行きましょう。格闘技25戦のファイターと今からやります。通報しました。こいつブロックするわ。もういい加減うざい。うん、ブロックするわ。もうこいつ前からうざかったんだよね。はい、ブロックです。はい、もうちょい上かな。上すぎる。もうちょい上。でもね、カメラの角度いじっちゃってもいいかも。距離この辺でいいんだよ。そうそう。あとあれだ、もうカメラで倒す練習じゃなくて、コンビネーションとかを試すからできなかった。悔しいからって、直すって言ったら直すのできるんだ。ヨウカさん、関節技ありならラケット先までしかない。ただそれも
く練習じゃないかな。どうする来たものをしっかり取る。踊るデント太郎、クロワッチ缶追客です。選手の中に事務所所属がいるんで、クロワッチには打てないんです。もうちょい待って。はい、これも大事な経験なんだ、はい、要はパンチで終わるんじゃない、ローキック一発で終わるんだ、はい、今大体その思いっきり取ってないよ。だからその今俺はポイントで取ってくれてた、だからその桃カルが入ってたらどれだけ痛いか、はい、だからとにかく来たら反応しないと、反応が遅れて当たらないと、今決めたいがために棒立ちました。だからこれ来たかも。OK、お願いします。疲れたら逃げろ、当たんないところで。11号デッグさん、相手の手抜き感で出るぞ。絶対頭を下げるの。距離が分かってきた。ありがとうございます。めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。選手は全然もうすごい成長してる。分かった。全然違います。倒せるよ。倒せますね。絶対倒せます。左がすごい。
非常にね、伸び伸びすごい良かったです。あ、左ストレート、このローキックの痛みを忘れないで、はい、絶対にテルチャンピオンの蹴りはものすごい強いよ。一発で終わるからね。曖昧にしたら絶対じゃなくて、判断が遅れてもとりあえずカットしとけば案内もらうことありえないの。角度的に外に開くだけで、なんならこうしてるだけで違うんだ。今無防備でこう適当なカットしてたから、こんなんカットじゃないから、ここから持ってかれる。ポイントで振り抜けば必ずバットで叩く、近い力で叩くんで、打ち込むって、ミートのところで打ち込むっていう、よい、一緒、テニスとかも全部一緒、ミートの瞬間だけスタンプで。でも今の展開になるよ、フロントとしてはもうガードのクソマンの蹴り合いになる、意地の当たった方が勝ちだから、だけど指示通り配置分けすごい。まずジャブ、左ストレートが体重が乗って距離が乗って、あれはものすごい。これ左が当たるから、フォローで右もしっかり強く当たる、あれでも倒せる。バックハンドブロー最後の最後に出したけどあれでいいんだ。もっと言うと仕掛けが欲しいよ。そうですよ、先輩がスカウトやつ、ボス下に集中させとる。あれも、まあ、上下に行ったらバックハンドブロー、ローキックだったらこう蹴りたいんだけど、ここにパッと触るこっちに入れたら少し、めっちゃうましいからダブル使うし、大丈夫これで安心しようと思ったよ。やべえさ、外していかないと相手の、正直にさ、ワン、ツー、フォー、同じタイミングワン、ツー、ロー、タイミングアップしちゃうから、ワン、ツー、溜めて、ドーンってやったりさ、ワン、ツーって、溜めてとか、1、2、3回目当たるかもしれない。ダイアイさん、青山はダラダラしてるから勝てそう。ダワシャイっすよ。ダワシャイ。もっと高度な話すると、ローキックっていうのは、ローキックの時は痛くないんだけど、編集が乗ってる時に蹴られたらね、こうなってる時に蹴られても、出されてるんですよ、体重乗ってる時っても、逃がしようがないから、相手が、俺はよくやるんだけど、見せとくんですよ。で、相手が足ついた瞬間に、見ちゃ見せ直さないとな。便所さんだ。そう、うん。さっきから来てるんだけど。どうする？いいイメージでやめとく？あ、いやもう一回やりながら。はい。あと便所太郎来てるから頑張れ。あ、便所さんいらっしゃい。お願いします。便所さんに見せてやめよう。便所見てる。お前関係ないだろ。ベンジョさん知らないでしょ。知ってるよ。会ったことあんの？あるよ。あんの？今言ったこと、今のラウンド非常に良かったけど、体重が出てる、ね、もう先輩のラッシュが始まったら
それから先輩がガードだけして打たせてくれたんだから、ワンツーで見てないで、どんどん打ってんの、追いつかけて。これ練習だからバックハンドで出しづらいと思って出さなきゃダメ。このラウンドは3回以上。以上。タイミングなんか見なくていいから、空振りしてもいいから。そう、使わないと意味がない。やり方知ってたって使えなきゃ何でもいいの。十分終わったら、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 スタート。左が今日いいから、そんなのダメだ、いきなりなんかダメ。よく見る、よく見るけど、下がってよけない、下がってよけない、回ってよけない。どう、ナイス、いいね、左。ねえ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 。踊るベンチョ太郎、ふわっちサンタジールだ。30秒経過。今入れられたな、かな。タカさん W、 踊るベンチョ太郎、ふわっち3ショートはアマディ。ワンツーロー、おワンツーロー、出せ出せ出せ、手を出せ、そう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 、前蹴り前蹴り、嫌だった前蹴り、1分経過。お見合いしてもしょうがないぞ、いけいけいけ、さっきみたいにいけ、えい、耐える簡単。ワンツーロー、ワンツーロー、蹴りが全然出てない。回り方が逆や。ワンツロー蹴れ、ワンツロー蹴れ。一発じゃない、一発じゃない、蹴れ。1分30秒蹴れ。コンビネーション、涼太さん止まったらやられるぞ、安足さんこいつやる気あんの、カメオさんスタミナ切れてるな、距離が近いな、バックハンドブロー、今バックハンドブロー出すよ、まだ近い、そこじゃない、もう一発出してみろ、ガードが硬いときはフック、外から、ガードの外、そう、そうだ、そうだ、そうだ、ガードの外から打て、1ラウンドあんだぞ、本当は1ラウンド終わったのにね、そうそう、1ラウンド終わったのに、おい田中さんボディガラーキン、ナマズさんうるさい、取ってきなこ文字、きなこ文字取って、どれを取る、てカメオ3サンプルの新人がこれだ、みんなで見せてやりたい、大したよ、びっくりしてるだけなんだけどね、タバさん、スタミナか、カエルさんさん、これタバコやめれそうやな、涼太さん、明日の城の BGM 流そうぜ、スタミナがあるから、やれるんだ、まだ1ラウンド目と2ラウンド目の違い分かる、スタミナなんだ、だから走ることが大事なの、
もう技術もある、パワーもあるんだよ。あとは下野なんだよ。30分足りない、40分以上走る毎日。それも歩くスピードで走ったとか走ったとなんないから、割と息が上がるように。タバコはいいから走れ、タバコ吸ってもいいから。これ技術とか技術じゃない、スタミナがあったら3ラウンド、あの1ラウンドの動きができたらお前勝てる、絶対勝てるから。お前がパンチ力もパワーもあんだから。もう回す踏み膝も打てる、バックハンドグローブも覚えた、ね、左のジャブ、左ストレートすごいいいんだから。あとスタミナだよ。1ラウンド目の動きが2ラウンド目、3ラウンド目できた、相手は同じだ、バテバテだよ。2ラウンド目お前にやりたい放題だよ。ありがとうございました。終わったら握手、ちゃんと相手、こう練習相手がいてくれてやれるんだから。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。必ず誰とやるときも、はい、今日はストレッチやって取り出しとこう、はい、ありがとうございます。先輩頼むからさ、マジですね、すごい怖いじゃない。でも、マジですね、いつもオープンするからね。生産業種で技3分開始。野さんと北島さん、中距離走って坂道ダッシュ毎日やりやすさになるわ。一回閉めます。いや、すいません。いや、コメント少し相手したけど、はい、お疲れ様です。見えますか。お疲れ様です。今日はありがとう、ありがとうございました。ラスト、来週1回で僕、旅に出てしまうので、今日すいません、なんかちょっと不甲斐ない、不甲斐ないパンチとか体力なくて、足もいいのもらって、ダメになってしまいましたが、すごく、勉強になりました。ぜひ、面倒太郎さんの企画、捨て頃、本気でやるんで、ぜひ会場で、見に来ていただけると、すごく嬉しいです。チケットも、記者会見のね、あと6月、23日、発売されますので、ぜひ、試合見届けていただけたりすると嬉しいです。で、6月10日までお試しで、ちょっとこいつの様子、和道のどうなるのか見てみようかなと思う方はぜひフォローしてください。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。みんなラスト、みんなみんなでバイバイ。ぜひぜひ、たくみさんも映ってよ。地下格闘技の今日スパーリングしていただいた、本当に勉強になりました。東京先輩と大阪先輩、あれどっちなんですか。同じです。大阪先輩が本当、はい、大阪先輩で、大阪先輩の彼女さんのゆうゆうさんですね。ゆうゆうさんで合ってるよね。はい、ゆうゆうさんで、あと僕の師匠のドレスインヤ食堂さんです。師匠じゃないよ、一緒に練習してるだけ。あと堀江貴文さんです。あ、そうか。僕のマネージャーの匠さんです。はい、あとのんたんです。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。ではみんな、また会いましょう。さようなら。お疲れ様でーす。お疲れっす。おー、よかった。今日1ラウンド目すごいよかった、はい。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。